11人組グローバルボーイズグループ上1が TBS 系で30日に4時間半にわたり東京新国立劇場から生放送される第64回輝く日本レコード大賞午後時30分10時の記者会見に出席した。会見には優秀作品賞を受賞した上一市川由紀の今世緑黄色社会新人賞を受賞した木村哲司フルーツジッパー月足天音鎮西鈴鹿桜井由衣中川瑠香真中真奈松本可憐早瀬ノエル僕が見たかった青空伊藤優子安納青衣金沢亜美塩釜奈奈西森亜美早崎鈴木八木純愛吉本小野菜リルリーグが出席した。